はい、皆様こんにちは。リヒト届けるハイトでございます。ミートピア実況プレイ続けていきたいと思います。さて、みんなの様子でこうでこう、引き続いて、あー、モノマネか、逆が良かったな。うん、似てない、似てないよ。セリフ言っただけじゃ何も似てないよ。デュアデュアした、逆にしてくれー。あ、リボンが気になる。ちょうどすげえ可愛いの着せてるから。家康と政宗様が微妙でも刑事でも、こうか、ちょっと馬放置になるけど、あ、でもまあ政宗様三成とも、あれか、微妙、ま、とりあえずこれでいいか。ゲームコーナー、あ、そういえばなんかちょっと待って、お小遣い、お小遣い、よいしょ、ちょっと今マイクがあれだったね、すいません。 OK、 そんなもんで戦えるのか、お前は。まあ、うん、まあまあ、今つけてるのものもあれか。防御力さ、防御力が、攻撃力下がってるっぽい気がするけど、まあいいや。ワイルドスタイル似合いそう。いや、政宗様何でも似合うからな。バカ野郎、ほっとバカ野郎、クソ、めちゃめちゃバナナ溜まってんだからよ、こっちからよ。バカ野郎、水玉の鎧、ローストグリフォン欲しい。ローストグリフォンが欲しいけど、デート券が広いってことに気づいて、ヒットポイントバナナが結構広いってことに気づいてやらかしたなってこと。あ、でもこれはさすがに水玉の鎧かグリフォンでしょう。おいー、やったぜー。まあ、もう三成なんだけど、ちょっと見た目かなー、まあ、どっちもどっちかどっちもどっちか。どっちの方がっぽい、こっちの方がっぽいか。もうちょっと三成に似合う感じ。でもロース、いや、デート、なんかヒットポイントバナナが当たりそうで怖いからやめよう。ここは無理はしない。あ、コブラのフライ、わかんないから先食うてもらおうか。お、攻撃力っていう感じじゃないんだよな。つうか大好き、魔力あんま関係ねえけど、まあまあ魔力関係あんのかな、お料理のやつって。まあ好きなら君にあげるか。まあ君は攻撃力関係あるしな。じゃあもうそのまま家康は何もなしと。はい、ではどうしよう、デート行く、映画に。でもこの、な、家康、政宗様を先にあげて、政宗様と三成あたりをなんとかするか。映画行こう。文字文字、分かったから、どういうこと、何が分かったの、何が分かったの。さあ映画、どんな映画？それは困るな。あ、ちょっとバカ野郎、待った、映画ダメだわ、映画ネタバレが出てきてしまう。マジかよ、作ったミーがネタバレとして出てきちゃう。映画行かないでおこう、今度こうから。もう最悪。夢でした。いや、映画マジモロ派だな。先んじて作ったミーがここに出ちゃう。好きなのかな。いらない、いらない、あ、すいません、くしゃみが出ました。
三成とここをあれしたいからまあまあまあかな。デート行くか。じゃあカフェにでも行くか。ここまだ3なんだよな。まあ解釈一致ではあるけどな。こいつらの仲が悪いのは。刑事と三成もな仲いいっていうイメージないけどな。若干間接的に関係性があるだけね。さすがにここはミーのネタバレ踏むことはないんじゃないかな。何飲んどんの？ゴブリンのスープ？どういうこと？どういうこと？どういうこと？関節キスすな。うん、まずいんかい。味の好みは千差万別ということで。いらない。ほな、そろそろ行くかい。レッツゴー。なんか可愛いもんばっかだな。おい、可愛いシリーズになってきてんな、ちょっと。見た目が全体的に可愛い。どうしようかな。先こっち行くか？ちょっとしばらく収録に間が空いたのに何してたかわかんないんだけど。刑事が乗る。えほ。いきなり。じゃあ上行こう。料理どうした？腹でも減ってるのか。落ちた。あー、このパターンか。技全体ないからな。普通に殴っとこうか。ほらい。はい。バッカ野郎、爪研ぐんじゃねえ。君はアンコールか。オッケー。まあ、どちらかというと家康にアンコールした方が良かったんだよ、これは。お、ナイス。鼻息。うま。鼻息、ドン。家康の爪研ぎ、マジで。ほら、必要ないじゃん。しかも、爪研げねえだろ、その武器よ。レベルが上がった。ほい。お、激辛料理を食べた仲間が吹き出す炎で攻撃する。ほう。小十郎がやってたと思うんだけど、あんまり覚えてねえんだよな。そんな頻度高くなかったはず。犬慣れたい、それはそう。まだ、もうとことん上に行こう。一心不乱に上に行くよ。目が覚めてきた。そうか、寝てたのか。どうした？まあ料理人だしね、ちょっと格好が可愛すぎなんだよな。こんにゃろこだよな。いいよ。衛生面がね。あ、それは言っちゃダメです。いちいち洗ってんじゃないの？いっそげー。あおう。お、なんだこいつ。カブトガニの化石。はあ。ほな、激辛料理やってみようか。マサマリ様かな。召し上がれー。ピードン。あ、怒っちゃった。なんかわかんないけど、なんかよくわかんないけど怒った。なんかあんのかな。レベルは上がらない。ヒエロトーストではあるのか。持ってくるってか、落とすやつは。そろそろ宿屋かな。だよねー。これは何度か行かなきゃいけないな。ルートが多いと。手紙。ね、デート券かい。どっちかというとゲーム券の方が良かったよ。はい、スピー。あ、家康を。でもここが先か。暇なんかい。あー。誰ってなるやつね。おう。え、どうじゃないのよ。なんで女子っぽいんだよ。まあ、髪型って大事だよね。その状態であのマーク変わるのやめてほしいんだよな。その状態で進むのやめてほしいんだよな。好きなのかな？じゃねえんだよ。もう誰なんだよ。ほんと誰なんだよ。似合ってるから嫌だな。で、ここで、こうね。
おはよう。あれ、なんかこれはこのパターンあんま見たことないかも。うん、なんかこのパターンはあんま見たことないかも。結構同じのパターンいろいろ見せられるけど、これは珍しいかも。あ、鼻息だ。やったー。どうしよっかな。でもここがあれしてほしい。まあ三成が入ってきたばっかだからっていうのはあるけど、まあこのまま一旦でいいかな。小遣い、あ、かわいいな。ちゃんと買えよ。よし、ナイス。まあそのまま持ってもろて。で、鎧か。570。そろそろあれかな？なんだろう。お金の余裕がなくなってきたな。ガンガン買ってたけど。似合わねえ。クソ似合わねえけど。あんまり似合うもん来ないな、ミスナリ。で、ジンベイか。まあ、正直このオーバーオール気に入ってっけどな。でも、ジンベイは割とぽいか。あ、ぽいな。あ、家康っぽいわ。さあ、金の余裕がそろそろなくなってきた。ゲームコーナー。鋼の剣 S クラス、ちょっと。ワンチャン、なんか、ヒットポイントバナナ以外であれば何でもいいかな。あ、ヒットポイントバナナ癖。さすがにこれはいかんか。おめでとうじゃねえんだよ。何にも嬉しくねえんだよ。ヒットポイントバナナクソ余ってんだよ。もう一回。誰も使わねえんだもん。ヒットポイント削れた上に2ターン目行くことがないから。オッケー、これはさすがに S クラスだろう。これはあれかな、三成政宗様に行ってもらおうかな。レッツゴー。政宗様バカンスめっちゃ似合うな。はい、これに対してすごいコメントしづらいんだけど、めちゃくちゃコメントしづらいんだけど。さあ、スキルレベルを上げていくデュア結構気になる。気遣う。いや、もういいわ。剣出る気がしてして、料理で、ヒエロトーストしか出てないのか。まあ、魔力上げていくか。まあ、政宗様は魔力関係ありそうな職業ではあるから、一応上げとこう。んで、デートで、あ、馬とデートあるじゃん。馬デートは、5、7。じゃあ三成かな。あれ今7だった。今見間違えたかもしんねえ。てへぺろ、かわいいよね。かわいいは正義だよね。釣れへんのかーい。寝ちゃったー。その状態で寝たら危ない、ね、それ以上似合わねえな。それにしては似合わねえなー。そしてなんで馬ちゃんは漁ってる方向見るんだい。そして寝るんかい。無限ループって怖い。寝ちゃったー。かわいいからよし。デュア、デュア。はい、ただいまー。あ、ぴょんのおやつだ。やったー。ぴょんのおやつ食わせよ。あ、わかんねえのか。じゃあ食わせよ。にゃっはい。にゃっはい。にゃっはいってなんだ。はい、それでは今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。